悟せよ。貴様らの首が光栄への手向けとしてくれる。殿、仇討ちは私にお任せを。花光栄将軍に美しい勝利を捧げましょう。戦上手になったものよ。まさかわしが引かねばならぬとはな。大将、討ち取ったり。大したもんだぜ兄者。いざこの超旬愛と華麗なる勝負を。よし、ここで防御体勢を取るのだ。練習は無い。置いてくれ。ここは対決するほかありませんね。やったな、アリジャ。光る曹操のやつ、尻尾巻いて逃げてったぜ。これで艦中が安定すればよい。ともあれ、皆よく戦った。我らの勝利だ。スカッとしたぜ。俺たちだけで義を追い払ったんだからよ。まあ曹操の野郎は逃がしちまったけどよ、あいつ悪運強すぎだぜ。張飛殿、艦中を無事に守れただけでもよしとしなければ。曹操にこの地を奪われずに済んだ。私はそれで十分だ。皆の奮戦に感謝する。さあ生徒へ戻ろう。あなたはこれで満足なんですか。俺としては曹操を撃った方が恨みつらみを晴らせてよかったと思いますが。これでよかったのです。今はまだ三国の均衡を崩したくはありません。それに曹操は討たずとも相番。命運が尽きるとでも。いいえ、そこまでは。人の生き死には誰にも計り知れぬものです。さあ我らも引き上げましょう。艦中の統治についてあなたに相談したいことがあります。まったく大事なところをはぐらかしてくれますね。まあいいでしょう。俺にできることがあるなら協力しますよ。
魏から領土を奪い、大軍も跳ねのけた。蜀の力、きっと天下に示せたよな、親父。おうよ、もう誰が相手だろうと負けはしねえぜ。兄者にもどことなく王者の風格が漂ってきたよな。私は皆の働きに支えられているだけだ。王者などでは。いえ、劉備殿は十分に王を名乗る資格をお持ちです。ぜひ漢中を治めたこの機会に漢中王を名乗っていただきましょう。漢中王だと？内外に対してはっきりと魏呉に並ぶ勢力になったことを示すのです。天下三分は今なりました。これよりは劉備殿の志を天下へと広めていきます。漢中王、いい響きじゃねえか。まさか俺が王の兄弟になるとは考えもしなかったぜ。俺たち王の臣下ってわけですね。なんだか急に偉くなった気分だ。おいおい、俺たちが選ぶるために兄者は王になったわけじゃねえぞ。より多くの奴らを救うためだ。そこんとこ履き違えるなよ。履き違えてはならないことがもう一つありますよ。諸葛亮殿は天下三分はなったと言いました。つまり呉と組み、魏と対する体制が整ったということ。ああ、分かっているつもりだ。孫権殿とは慶州をめぐりいさかいがあった。だがそれも間もなく解決しよう。私は近い将来慶州の残り2軍も返すつもりだ。ちょっと待ってくれよ、あそこは俺たちが勝ち取ったんだぜ。それに関羽の兄者はどうなっちまうんだよ。慶州の役割は益州を獲得するまでの拠点、そして魏への牽制でした。益州を得て地盤を固めた今、残る役割は魏への牽制です。長安を抑えればその役割も終えるでしょう。そうなれば関羽殿はお役御免、生徒に戻ることになるでしょう。久々に三人が揃うんです。悪い話じゃないと思いますが。そうか、それもそうだな。あの桃園の日からロークを共にしてきたのだ。離れて過ごすのはやはり寂しい。一日も早くそうなるよう努力せねばな。漢中に攻め寄せた曹操を劉備は見事に撃退。この勝利により自ら漢中王を名乗った。慶州を守る関羽は劉備勝利の報を受け、魏を討つべく進軍を開始。狙いを繁盛に定める。だがそれこそが曹操の狙いだった。関羽をあぶり出し討ち果たせば三国の均衡は崩れる。すべては関羽討伐を確実なものにするため。曹操は
慶州奪還を悲願とする孫権に協力を要請するのだった。当分の間、魏が漢中に攻めてくることはないでしょう。次に魏が狙うとすれば慶州。すでに魏軍が動き始めたという情報もあります。そこでこちらから先手を打ちましょう。もしや雲長に魏を攻めさせるというのか。今慶州の兵力は守備に必要な数しかない。彼らだけでは少し心もとないと思うのだが。おっしゃる通りです。そこで宝生殿に慶州に向かっていただきます。宝生殿ならば漢中攻略同様目覚ましい戦果を上げてくれるでしょう。宝生、いかがした？ああ、失礼。このところどうも頭がはっきりしないもので、俺のしてきた復讐の恨みつらみが相当積もっているのかもしれませんね。宝生、無理はするな。お前にもしものことがあっては困るのだ。諸葛亮、慶州へは別のものを行かせた方が良いのではないか。そうですね。宝生殿にはいろいろとお任せしすぎたかもしれません。少しの間静養なさってください。そんな気遣いは結構。少し休めば問題ありません。ただ慶州は遠い。俺は生徒で残務処理に当たらせてもらいますよ。困ったものだ。休めと言っても素直に聞いてくれぬ。諸葛亮、慶州には誰を使わせばよいだろうか。私が行ければよいのですが、宝生殿の体調を考えれば生徒を開けるわけにはまいりません。他の方も漢中制圧後の軍の立て直しに追われています。ゆえに関羽殿には私の計略を書いた書状を送りましょう。おお、それは雲長も心強かろう。雲長にも久しく会っておらぬ。今の立場でなかったら私が慶州に行きたかった。劉備殿、いつかまた昔のように兄弟三人揃って戦場をかけてみたいものだな。そうですね。